中村角は、日本の警察官僚、福岡市出身、私立ラサール高校を経て、東京大学法学部卒業。1986年、警察庁入庁。1989年に、和歌山県警察本部捜査第二課長。1992年に、千葉県警察本部捜査第二課長。1993年に、 警察庁刑事局捜査第二課課長補佐。1997年からは、在台日本国大使館一等書機関として3年間、外務省に出向した。帰国後、警察庁に戻り、警察庁交通局運転免許仮時間や、刑事局捜査第二課間を経て、2003年9月から2005年8月まで、警視庁刑事部捜査第二課長。 警視庁捜査第二課長時代には、元衆議院事務局電気施設課長による、収賄事件などの贈収賄事件を検挙した。その後は、警察庁長官官房付となり、警察庁会計課会計企画官、警視庁警務部参事官を経て、民主党の官瀬夫政権では、2010年に、戦国吉都内閣官房長官の秘書官となり、その後の政権交代を経て、 2012年12月からは、菅義偉内閣官房長官の秘書官となり、徴用された。2015年3月から2016年8月まで、警視庁刑事部長。警察庁に戻り、2016年8月より、組織犯罪対策部長兼生活安全局付け兼、刑事局付け兼官房付けを経て、2017年8月10日から、総括審議官兼警備局付 2018年9月14日より警察庁長官官房長。2020年1月17日より警察庁次長。2021年9月22日より警察庁長官。2015年12月30日、世田谷一家殺害事件15年にあたり、警視庁刑事部長として現場で喧嘩し、同行した捜査員と共に事件の解決を誓った。 ありがとうございます。